娘に予防接種は受けさせたくない。アンチワクチン派の母、娘連れ失踪。アメリカ・フロリダ州で自身の娘である3歳の女児を誘拐した23歳の女が逮捕されました。女と元夫である男性は離婚したものの共同親権の判決を受けていました。また、女の実の母親と姉は共に男性側についていたということです。男性は離婚前、アンチワクチン派である女と娘に予防接種を受けさせるか否か、学校に行かせるか否かで、たびたび言い争っていました。そしてある日、女は家にメモを残すと、女児を連れて失踪。娘がワクチンで洗脳されるくらいなら、私たちは消えると書かれたメモを見つけた女の交際相手は、さぞかしびっくりしたことでしょう。その後、愛する我が娘を迎えに女の自宅に出向いた男性も、女が娘を連れて失踪したことを知り仰天。すぐさま知り合いに助けを求めました。二人の捜索は2014年から1年以上にもわたり、最終的に CNN に取り上げられたことで、母子ともにフロリダ州パラトカにいることが判明したということです。女児は無事に保護され、女は誘拐及び親権妨害の罪で逮捕されました。もし女児が見つからないまま義務教育も予防接種も受けずに育った大人になってしまっていたら、あなたはどう思いますか？トモニュースをあなたの手元に、 LINE トモニュースに登録してね。具体的に CNN に取り上げられたことで、母子ともにフロリダ州パラトカにいることが判明したということです。女児は無事に保護され、女は誘拐及び親権妨害の罪で逮捕されました。もし女児が中でたびたび言い争っていました。そしてある日、女は家にメモを残すと、女児を連れて失踪。娘がワクチンで洗脳されるくらいなら、私たちは消えると書かれたメモを見つけた女の交際相手は、さぞかしびっくりしたことでしょう。娘に予防接種は受けさせたくない。アンチワクチン派の母、娘連れ失踪。アメリカ・フロリダ州で自身の娘である3歳の女児を誘拐した23歳の女が逮捕されました。女と元夫である男性は離婚し、その後、愛する我が娘を迎えに女の自宅に出向いた男性も、女が娘を連れて失踪したことを知り仰天。すぐさま知り合いに助けを求めました。二人の捜索は2014年から1年以上にもわたり最終したものの、共同親権の判決を受けていました。また女の実の母親と姉は共に男性側についていたということです。男性は離婚前、アンチワクチン派である女と娘に予防接種を受けさせるか否か、学校に行かせるか否か、